トゥースにある広大なハルニエドーム。ガザーリーの病であるとの説があるが定かではない。トゥースにあるフェルドースイの病トゥースは、イランラザビー・ホラーサーン州にあった都市。紀元前330年にアレクサンドロス3世に占領されたことで、古代ギリシア人からはスシアとして知られている。619年に西特欠の塔、ヨーマモルカガンが、 サーサーン朝のダトヤン王子の守るトゥースに攻め込んだ第二次ペルソチュルク戦争の戦場となった。西特結のキロを襲ったバグラトゥニーアサペルシアンアルメニアの王子スマバットフォー、ボグラトゥーニーによってサーサーン朝が勝利したがビサンチンサーサーン戦争中のサーサーンアサの背後をついて東ローマ帝国を支援する役目は果たした。808年にラーサーンでの反乱を アッパース町のカリフ・ハールーン・アイコール・ラシードが治めに行く途中で病気になりトゥースで没した。この都市は1220年から1259年までの間にモンゴル帝国のチンギス・ハーンによって征服されて破壊され尽くしてしまった。最も有名な住人は詩人のフェルドース・イーで女子ジ,ョジシ,シャー・ナーアメの作者として知られる。彼の病は 生誕千年となる1934年に、この町に作られた。他には、ジャービルイブンイコールハイアーンや、アサディ・トゥースイー、ニザー・アムルムルク、ガザーリー、ナスイール・ティーン・トゥースイーやシーア派の各社、アブージャー・ファル・トゥースーなどが著名な住人である。ウィキメディア・コモンズには、トゥースに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。